皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの高井英子です。さて、今回の番組は区政この1年令和4年下半期と題しまして、令和4年7月から12月までの中央区政の動きや町のイベントなどを振り返っていきます。それではまず7月と8月の話題からご覧ください。日本橋区民センターを皮切りに、7月下旬から9月上旬まで区内各所で東京2020大会1周年記念展が開催されました。会場では中央区における大会レガシーとして、時代に引き継いでいく記念の品々などを展示、日本選手団メダリストのサイン入り T シャツや選手村に展示されていた折り鶴オブジェなど、大会での一体感を感じることができました。7月24日日曜日、名橋日本橋橋洗いが行われました。日本橋の美化保存を目的として年に一度開催されているこの行事は3年ぶり50回目の開催。地域の皆さんが力を合わせ、3年分の汚れを隅々まで落とすことができました。7月29日金曜日から31日日曜日までの3日間、晴海の第一生命ホールで第4回東京国際合唱コンクールが開催されました。このコンクールは合唱音楽の振興と発展、そして国際交流の場として文化に寄与するために行われており、今回は世界各国から43の合唱団が出場。プレイベントとして街角コンサートも行われ、美しい歌声が響き渡りました。8月1日月曜日から3日水曜日までの3日間、3年ぶりに人形町の夏の風物詩、人形町瀬戸物市が開催されました。各地の有名な焼き物をはじめ、瀬戸物市限定の価格で購入できる商品が並んだほか、体験コーナーも設けられ、大勢の来場者でにぎわいました。8月26日金曜日と27日土曜日、浜町公園で大江戸祭り盆踊り大会を3年ぶりに開催。町会、自治会など区内各種団体による大江戸縁日コーナーは大変なにぎわいを見せます。日が沈むと会場のムードは一気に高まり、中央区オリジナル曲これが大江戸の盆ダンスなど、おなじみの曲に合わせ、賑やかな踊りの輪が一層大きくなりました。大江戸祭り盆踊り大会をはじめ、新型コロナウイルス感染症に関わる行動制限が解除されたことから、3年ぶりの開催となった町のイベントが数多くありました。続いて9月と10月を振り返ります。9月4日日曜日、暁公園ほか区内各所で令和4年度中央区総合防災訓練が実施されました。大規模地震発生時に備え、実災害に対応した防災拠点運営、地域と関係機関との連携強化や自助・共助の一層の強化を図るための総合的な訓練です。会場には関係機関による展示などもあり、来場した皆さんが防災対策を考える良い機会となりました。9月19日月曜日祝日、いきいき勝どきで敬老の集いトロンボーン&ピアノコンサートが開催され、およそ40人の方が集まり演奏を楽しみました。このイベントは敬老の日にちなんで、施設を利用する皆さんに特別な時間を過ごしてもらおうと、毎年この時期に区内の各敬老館で行われています。
10月は3日月曜日に開催された中央区観光商業祭りのオープニングイベントを皮切りに、区内ではさまざまなイベントが行われました。こちらは22日土曜日に市場橋公園で開催された秋晴れ肉堪能祭、築地場外市場が開催した築地秋祭り2022場外ホームランセールのフィナーレを飾るもので、来場者は食欲の秋を存分に堪能しました。続いて23日日曜日には秋の銀座交通安全ゴールデンパレードが中央通りで行われました。50年以上の歴史を持つこのパレードですが、中央通りでの開催は今回が初めて。パレードには警視庁音楽隊をはじめ多くの団体が参加し、華やかなパフォーマンスを披露しました。10月14日金曜日、中央区議会の同意を得て、元中央区長の矢田義秀氏、松竹株式会社取締役会長の大谷信義氏が名誉区民に選ばれ、区議会議場で顕彰式が執り行われました。矢田義秀氏は第11代中央区長として、活気とにぎわいに満ちた現在の中央区の礎を築かれました。大谷信義氏は幅広い世代に多様な映像、演劇作品を届けるために尽力されました。10月16日日曜日、浜町公園一帯で子どもたちのための地域による手作りイベント、第43回子どもフェスティバルが開催されました。会場には各小学校幼稚園の PTA や青少年委員会などが運営する31のコーナーが設けられ、参加した子どもたちは秋の一日を大いに楽しんでいました。名誉区民に選定された方は、今回受賞した2名の方を加え17名となりました。それでは11月の話題です。11月3日木曜日、祝日より3日間、人形町通りで人形町の人形市が開催されました。人形町の名前は江戸時代に人形の芝居小屋などでにぎわい、町民に愛称として呼ばれたことに由来。町のルーツを後世に伝えようと、人形町商店街協同組合が主催するイベントです。およそ50店が出店し、訪れた皆さんはお店の方と会話を弾ませながら人形を買い求めていました。11月8日火曜日、月島第二児童公園で都心臨海地下鉄新線推進大会2022が開催されました。この大会は都心と臨海部を結ぶ地下鉄新線の早期実現を望む区内沿線地域の町会の皆さんなどが参加しているもので、今回5回目となります。この構想は平成28年4月に国土交通省の交通政策審議会の答申において、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトに位置づけられており、昨年11月末には東京都からルートや駅位置について事業計画案が示されるなど、具体化に向けて進展しています。関係者による決意表明も行われるなど、熱のこもった大会となりました。11月13日日曜日、区内全域で中央区まるごとミュージアム2022が開催されました。今回で15回目を迎えたこの催しは、名所・旧跡をはじめ画廊、博物館、水辺の風景など区内の芸術や文化を堪能できる趣向を凝らしたイベントを展開。どの会場も多くの方でにぎわい、来場した皆さんは中央区の豊かな文化的魅力を肌で感じていました。
同じ日には晴海トリトンスクエアで第21回中央区産業文化展へそ展が開催されました。区内産業の振興発展に寄与することなどを目的としたこちらのイベントは、人と町が進化し産業技術の進化が生まれるをテーマに、およそ20の企業団体が出展。来場した皆さんにとって中央区の伝統や技術を知る良い機会となりました。11月26日土曜日、城東小学校で新校舎落成式と61周年記念式典が行われました。高層複合ビルに入る日本で初めての小学校となる新校舎は、全天候型の校庭が整備され、ビオトープや水田を備えるなど、都会にありながら自然にも触れられる配慮がなされています。式典では全校児童が伝統の継承と新たな学びへの期待をメッセージに込めて発表するなど、新しい学校のスタートにふさわしいものとなりました。10月に続き、11月も丸ごとミュージアムなど秋の恒例イベントが盛大に行われました。続いて12月の話題です。12月10日土曜日、環状第2号線築地新橋間本線開通記念ウォーキングイベントが開催されました。環状第2号線は江東区有明を起点とし、中央区や港区を経て千代田区神田佐久間町を終点とする全長およそ 14km の都市計画道路、臨海部と都心部を結ぶ大動脈として、また周辺地域の避難ルートの多重化による防災性向上の役割などが期待されています。そして12月は中央区に新たな魅力が増えましたね。最後の話題は本の森中央についてです。12月4日日曜日、新富一丁目に本の森中央がオープンしました。京橋図書館が休館した9月から本や資料の整理が始まり、開館に向けて本格的な準備が進められてきました。このようにして完成した本の森中央のコンセプトは、子どもから大人まで誰もが親しみを持って利用でき、歴史・文化を未来に伝える地域の生涯学習拠点。来館者の皆さんは京都資料館をはじめ真新しい施設に興味津々、明るい閲覧スペースや親子でゆったり過ごせるスペースなどで思い思いの時間を過ごしていました。またこの日は多目的ホールを利用して新富座子ども歌舞伎の皆さんが開館公演を披露。さらに作家荒俣宏さんによる記念公演も行われるなど、中央区の歴史文化に触れるとともに、本の森中央の多彩な魅力を体験できる一日となりました。さて、お伝えしてまいりました区政この1年令和4年下半期、いかがでしたでしょうか。番組ではこれからも区政の動きを中心に様々な情報をたくさんお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。